おはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、冷凍庫を設置しました。これハイアールのノンフロン電気冷凍庫 JFNU102B というもので、確かね110リットルのサイズだと思うんですよ。で、いろいろとね、冷凍庫を買うにあたっては本当に検討しました。これがですね、まあ3万5000円ぐらいだったかなと思うんですけども、まあ、100リットルの中では一番バランスが取れてるかなと思いました。で、その他のちょっと安いのもあったんですよ。3万円前後のものとか、はっきりと同じ型で3万円前後のもあったんですけども、入荷時期が1ヶ月とか2ヶ月先ってことだったんで、これはね1週間で届くってことだったんで、まあ今やっぱりこう、これハイアールって中国製なんですけども、この冷凍庫を作ってる武漢がね、やっぱ稼働してなかったりとか、空輸とかそれから輸送の問題でなかなか品薄ということで、私の場合は早く欲しかったんで、多少高くても、おっとっとっと、マイナス18度多少高くてもすぐ手に入る方を選んだってことですよね。で、設置して今日から使うんですけども、設置場所はですね、こういう風になります。ね、キッチンがありまして、キッチンがだいたいね8畳ぐらいのスペースで、戸棚がもう備え付けでついていて、こうシンクも備え付けなんですけどね。で、冷蔵庫はちゃんとここにあるんですよね。ジャパネット高田で買った冷蔵庫があります。まあ、あまり何が何物は入ってないんですけど、ね、これもなかなかでかいね、100リットルの冷凍庫がついてるんですけども、でこちらの方にも100リットルの冷凍庫をこの度つけたということで、これはね、貯水用のスペースなんですよね。ここが水が入っていたりとかねするわけなんですけども、こっちも開けたりね。で、あとはここはまあ、ゴミをセットするところで、キッチンはこういう風に見えます。で、冷凍庫の話題ですけども、こうパカッと開けるとね、まずはここに薄型の冷凍スペースがあります。ここは氷をね入れといたりとか、アイスノンとかみたいな保冷剤を入れとけばいいのかなと思ってね。ここにはまあ何を入れようかなっていうところですけども、引き出しが3つあります。一番上しっかり入る、で、2個目が一番大きいですね。かなり入ります、ここは。メインになると思います。で、一番下なんですけども、一番下はね、これちょっとちっちゃいんですよ。後ろの方にほら、冷凍の機械が入ってますね。コンデンサーとか、コンプレッサーが。だからこれだけがね、ちっちゃいですね。ここには、まあ、あんまり物が入りません。まあ、ですけどもね、これからの、冷凍庫生活を送るにはもう十分な広さかなと思います。これで我が家の冷凍容量も200リットルになりましたんで、割と冷凍物がね保管しておけるかなってことですね。ちなみにここに粉ミルクがいっぱいありますね。ということで今日はハイアールの冷凍庫の紹介でございました。ありがとうございます。